どうも、うるまです。とまとめです。まとめさん、はい、本当に会いたかったですよ、本当に。ありがとうございます。皆さん、まとめさん、in the building、 in the building、 in the building か、ビルではないけど、in the shop かな、 in the shop、 はい、というわけでですね、本日はまとめさんに来ていただきまして、はい、なので前編の方は、はい、GU のマストバイっていう今回企画をやらせてもらってるんですけど、はい、まとめさんのチャンネルの方で前編の方をやらせていただいておりまして、はい、後編はうちのチャンネルの方でやってるんですよね、はい、あのね、あの買うまで全く相談なし、なし、本当なし。そうなんですよ、だからもう被らないからドキドキしながら買ってるわけなんですけど、あの前編見てもらったら分かるんですけど、どうなってるかねっていうね。これがどれだけ相談なしだったかっていうと、いや、そうなんですよ。僕は3つ買ってたのに、はい、ウルマさんは1つしか買ってなかったんで、そう、最初なんかもう1個で1点突破で行こうと思って、さすがにそれは絵的にちょっと良くないだろうと思って、あのもちろん自分がいいと思ったものを買っては来てるんですけど、はい、バランスをとって自分も3つを買ってきまして、はいはい、あのですね、もうすでに前編の方で自分が2つと、はい、まとめさんが1つ紹介しておりまして、はい、後編の方はまとめさんが2つで、はい、僕の方が1つですね、はい、仕事と思うので、はい、早速ですね、はい、まとめさんのやつから見ていいですか。はい、はい、ということで持ってきました。いいですか。これです、どうぞ。わかるかもしれない、それは。それはね、迷ったっす。わかるかもしれない。それ迷った、迷ったっす、はい、僕前編の方でも、ね、微妙になんかちょっと似たようなものを紹介したかもしれないんですけど、今回エスパドリーユ、これちょっとね、でもね、マストバイって自信持って言い切れないんですよ。お、ちょっと純マストバイ、純マストバイ、そんないろんな階層がある、階層がある、はいはいはい、あるんですけど、これ最初になんで純止まりだったのかって言いたいんですけど、まあ足痛くなるんですよ。あ、これが、はい、あ、これも、これはもう僕前からね、エスパドリーユ自由の追ってるんで履いてきたんですけど、前よりはだいぶ歩けるようになってきた。足痛くならない、うんうん、言ってもでも正直これ実際に歩いて測ったところ2500歩ぐらいから足が痛くなってきたんです。2500歩、どれぐらいかっていうと、まあ、コンビニって帰ってくるぐらいは全然問題ないです。コンビニとかスーパーとか、そうですね、出かけるのはちょっと無理だなっていうですね。まあちょっと僕が足ね、痛がりとかいろいろあると思うんですけど、いや、とはいえですよ、しかもこれカラーホワイトじゃないですか、はい、やっぱ例えばそう5000歩歩き出すとかかとのあたりちょっとにじんでくるもんあるじゃないですか。にじみや、血は出ない、血は出ない。この辺り前編見てもらえると分かるんですけど、血は出ないんですよ。なるほどっすね。血は出ない靴なんですけど、うん、ちょっとね、ここら辺かな、これ痛くなってきた、うん、あー、なるほどなるほど、だったんで。とはいえ、値段ちょっとね、うん、確か今セールとかで900円ぐらいまで落っこちてて、あ、今セールでしたっけ。確か、もうセールもしかしたら終わっちゃってるかもしれないんですけど、いやー、けど安いっすね。安い、元値段も2000切るぐらいだったと思うんですよ、うん、で、まあデザインすごくシンプルですし、前より明らかに良くなってるんですね、作りが、うん、かなり綺麗になって素材感も良くなって、このアッパーも微妙に肉厚になったりとかあって、うん、足の形がね、微妙に出にくく、まあ、出るは出るんですけど出にくくなってたりとか、まあ、本当にアップデートしてきたなっていうのがすごく分かったんで、企業努力が本当に伝わる一足だなっていうので今回紹介させていただきたいなと思います。ただ、ただ長距離はきついかな。まあ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 、ちょっとしたお出かけの時にはですもんね。まあけど、あのよくいろんな靴で、まあ、ちょっとしたお出かけとかあるじゃないですか、はいはい、まあ、なんか超えちゃいますよね、結局。結局行っちゃうんですよね。そうなんです、行っちゃう。そうなんですよ。だからなんか心の底からおすすめしにくい。で、僕の視聴者さんとかに持ってる人いるか聞いて、どんな感じか聞いたら、ルームシューズとかで使ってますとか。おしゃれですよ。超おしゃれだなって。おしゃれっすね。でも1000円でおしゃれなルームシューズ買えるってめちゃくちゃいいなと思って。あ、確かに確かに確かに。そういう面でもおすすめしたいなって感じで今回おすすめさせていただいております。でもエスパド、それこそ数年前めちゃめちゃ流行って。めちゃくちゃ流行りましたよね。ですよね。で、はい、一時期落ち着いたんですけど、またちょっと。ちょっと来たかなって感じですね。なんか今、ちょっとあの GU さんから話それちゃうんですけど、はい、あのザラから出てるレザーのエスパドがあるんですよ、はいはい、あれめちゃめちゃかっこよくて。マジですか。そうなんですよ、なんかドレスシューズっぽい見た目なんですけど、はい、こちらエスパドってところで、ちょっと心が動いてるんですよね。なんかあれも欲しいと思いつつ、はい、いいんすね、これいいっすね、いいんすよ。いやけどこれは迷いました。危ねえ。じゃあでも2人ともじゃあ純マストバイってことですね。純マストバイですね。純マストバイってなんすか。マジであるんですよ、よく。そう、まあ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 、よくあるって。なんだろうっすね。なんかいいんだけど、ここちょっとおすすめしにくいな。わかります。全部が全部ってわけじゃないですよね。じゃないんですよ、ね。あ、わかりますわかります。だけど納得です。よかったです。はい。はい、じゃあ続きまして、うるまさん行ってもらいましょうか。わかりました。いや、次が正直、はい、一番被らないんじゃないかなと。じゃあもう確実に大丈夫ですね。だと思いますね。で、かつ、俺の今回今まであの、まとめさんチャンネルの方で2つ紹介してるじゃないですか。はい、自分的にこの3つのうちナンバーワンが次の出せる。おお、本番ここで。本番ここです。いいですか。ガチのマストバイ。これガチのマストバイ、はい、じゃあ出していこうと思うんですけど、はい、アイテムが、はい、こちらです。ドン。いいですか。どうぞ。これは被らない。めちゃくち
ちゃハイリフレじゃないですか。いやこれそうですか、ね、まず相手名がですね、はい、デニムスーパーワイドハーフパンツ。あ、ありますね、スーパーワイドハーフパンツ。そう、はい、これもデニムのやつなんですけど、はい、最近私がですね、コスパがすごいいいと思ってるのはノーティカっていう。はい、ありますね、ノーティカ好きです。はい、ノリ相当近いなと思って。確かに。そうなんですよ。で、このあれが値段が1990円。おかしい、おかしいんですよ。もちろんノーティカのやつはもっと本当なんかザクザクした、はい、本当綿感の強いデニムなんですけど、はい、素材は多少違うとはいえシルエットは近いです。いやこれ自由スーパーワイドハーフパンツシリーズいろんな素材でやってますよね、うん、これはね自分的にはめちゃめちゃいいなと思って。これもう一色確かね濃い方のデニムインディゴあったんですけど、はい、自分的にはこの色はすごいいいんじゃないか。こっちの色のが僕も好きです。いいっすよね、はい、なんかほんと白 T だけでもいいですし、最近ネイビーとかそれ流行ってきてるんですけど、これとネイビー合わせるだけでめちゃめちゃクラシカルな感じになります。自分だったらほんと白のビッグ T 着て、まあ、ティンバーランド着て、まあ、白のビッグ T 合わせたくなる。そうなんですよ、ティンバーランド履いて、もうゴリゴリな感じでいけるんじゃないかと思って。で GU さんのアイテムでここまでやっぱ攻めたものって、はい、いやすごい攻めすぎ。そう、攻めすぎ。もっと値段取っていいのに。いやほんとそうですよねいやだから、ね、本当だよ、こんなシルエットやらないでしょ。やらないですよね。いやけどよく通販サイトとか見てもスーパーワイドとかそのワイドとか言うんですけど、はい、まあ履いてみると、まあ、言うてワイドじゃねえなってあるじゃないですか。なんかあれみたいな、これはマジでスーパーワイド。マジでワイドですよ。そうなんです。すごいと思う。だからこのアイスクリームのスーパーカップあるじゃないですか、はい、あれも食った後に、まあ、確かに見た目はまあスーパーって言うほどかなって思うんですよ。で食べた後にやっぱちょっとスーパーだわみたいな。例えめっちゃすごいですねそこ来るかと思う。それが痛くて今頭に入ってこなかった。やばい、内容入ってこない。内容入ってこない。俺もうこういう商品紹介から脱線することとか多いから、はい、GU さんに呼ばれないのかもしれないですね。呼ばれないんですね。呼ばれないですよ。それこそまとめさんとかその GU さんとかね、はいはいはい、行ったりするじゃないですか。ありがたいことに。めちゃめちゃ羨ましいですよ今だってスプチャンネルとかうちのチャンネルの方で、はいはい、もうなんか七不思議化してて、なんでかうちらはこのユニクロ GU から呼ばれないっていうやつがあるんですけど、もしかしたら、はい、まとめさんと仲良くしてたらあの GU さんから理由でそう認められるかもしれない。まとめさんと仲良くしてるんだったらまあいっかみたいな。そんな力絶対ない100% ないんだよ。いやけどこれはですね、めちゃめちゃ自分的にはおすすめだと思いますし、はい、他にこういうアイテムね気になってる方多いと思うんですよ、はい、で古着で探したりとかそういうこと新品探したりいると思うんですけど、はい、まあ、この値段だったらね、全然何なら失敗してもいいと思う。あ、確かに。そう、そういうのチャレンジしやすくていいですよ、ね、そうなんですよ。それこそプチプラの楽しみ方だと自分は思うので、うん、こちらぜひチェックしてもらったら嬉しいと思っております、はい、僕こういうパンツ紹介するときって、うん、マストバイでは出さないんですけど、うん、個人的マストバイとかで出す。何すかそれだから純マストバイもあって個人的マストバイもあってオフィシャルマストバイがあるってことですね。そんな感じです。でもマストバイ芸人じゃないですかなんかちょっと合わせにくいけどめっちゃいいな。あ、分かります、ね、個人的マストバイとか。分かります、分かります、分かります。ちょっとハードル高いかもしれないけど、うん、みたいなのはそっちにちょっと入れたりする。なるほどっすね。そんな感じです。あ、けどね、そんぐらいね、ほんとおしゃれなアイテムなので、はい、めっちゃ攻めてますもんね。ですよね。あ、けど被んなかったっすね。被んなかった。一つ被るかなって思ってたんですよ。思ってました、僕も。うまい感じに避けてもらえたかな。大丈夫。うわー、いい感じじゃん。っていうわけで、はい、じゃあまとめさんのラストいきましょうか。ラストお願いしますか。はい、行ってきます。はい、はい、ということで最後のマストバイこちらになります。ここに来てめっちゃ普通なんですけど、わお、めちゃくちゃ普通なんですけど、オープンカラーシャツ。おお、商品名はちょっと忘れちゃったんですけど出しておきましょう出しておきましょう。これじゃないかと。かおおお、まあ、ちょっとね、うるまさのチャンネルの視聴者さんからしたらちょっとね、インパクト足りないわけなんてしまうかもしれないんですけど、いや、そんなことないと思いますよ。バランスめっちゃ取れてるなっていう。ああ、あのね、けど思います、GU さんって自分はもちろんなんか結構変わったアイテム好きですけど、はい、なんかめちゃめちゃシンプルなアイテムだからこそ、はい、エグさがやばい時ありますよね。そうなんですよ。そう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 僕実はオープンカラーシャツそんな好きじゃなくて、うん、まあ、数年前結構ガッツリトレンドになったじゃないですか。そうですね、オープンカラーシャツ。それでさすがに飽きてきてて、うん、去年ぐらいからもう本当に紹介してなくなったんですよ、よくても、うん、でもなんかこの異常に安い値段でこのクオリティのオープンカラーシャツ手に入るならとりあえずこれを買っとかないとまずいんじゃないかなっていう。これいくらなんですか。それも忘れたんですよ。なんすかそれ。でもめっちゃ安かった。めっちゃ安かったってことで GU さんの中でもより安いってことですね。2000円は切ってたはずですね。っていうだってこれもオープンカラーシャツ決定版と言っていいんじゃないかって。クオリティ高くてそれはいいっすね。デザインいいしシルエット綺麗で素材良くて機能性まで良くて。マジっすか。これ私物で今僕スウェットパンツ履いてるんですけど、はい、この上から着たらマストバイ何かなって探してる時になんか割と高いシャツ着てたんですよ、その時、うんうん、こっち着替えたらこっちの方が良くてマジかよって思ってうわマジか悔しいと思って。へえ、うん、そうなんですよ。その時に、ね、多分ね3枚ぐらいのねシャツ着てたんですけど、いいやつじゃないですか。こっち着た方がなんか自分的にはよく見えて、あ、じゃあこれ
紹介しなかったら嘘になるじゃんと思って、なるほどなるほど、紹介してるって感じです。すごい普通なんですけど、うんうんうん、なんかこういうオープンカラーシャツまだ持ってないよって人もしいたらちょっとね、うん、試着だけでもしてもらえたら嬉しい、うんうん、とりあえずこれでいいんじゃないかなっていうぐらい、特にね問題が一つともない卒がないシャツって感じです。問題ないのってさっき言ったって、値段もいいし、はい、シルエットもいいし質感もいいしですよ。そうなんですよ、ね、ちゃんと文句つけようがないじゃないですか。いや本当にこれないんじゃないかな。シワもつきにくいですし、うん、まあ、触った感じ分かると思うんですけど、すごい落ち感もあって、あ、そうなんですよ、夏にすごい合うような素材感になってて、うんうん、熱くもないですし、ちょっとね、まあ、一つ問題があるとしたらちょっとインパクトないかなとか、いやちょっと装飾性欲しいかなとか、まあ、あれかなって感じなんですけど、シンプルな格好をしたい時とか、うん、とりあえず安くコスパよくいいもの欲しいって人にはすごくいいと思います。それこそアクセとかね、なんかそういうのがいろいろつければね、はい、着色できますしね、全然いいと思いますね。他でパンツだったり小物とかだったりで、うん、装飾性足していけばバランスいいコーディネートできると思うんで、これすごくおすすめですね、うん、いやもうなんかめちゃめちゃ気持ち入るじゃないですか。入ります。ちょっとだって試着した時にえって思ったんですよ。えって思って、いや負け、え、そんなけ、え、負けたみたいになって、いいの、いいっすね。すっごい普通なんですけど、これ多分動画じゃマジで伝わらないと思うんですけど、あるあるっすね。いやこれはですね、あの YouTube をやってる立場で、うん、あのいやこれ動画じゃ伝わんないんだよねって言って、まあ動画で伝えるのが我々の仕事ではあるんですけど、それを伝わんない時ありますよね。わかるわかる、ワンポイントもないですからね。いや本当ですよね、本当に何もない。あの行き着く先はこういうシンプルなのかもしれないですよ。なんかこんな柄のニットを着ながら言うのもなんだこのニットすごくないですか。めちゃ欲しいんだよこれ。これもめちゃめちゃですよ。これはこれすごいですよね。もういろんなとこ引っかかるんですよ。甘すぎません？引っかかるんですよね。網がね甘いんですよ。そうなんです、まあ、中の柄が見えるようになっているらしいんですけど、はい、またこうやって話してほしいんですよ。改めて思ったんですよ、はい、お会いしたことはあるんですけど、はい、撮影するの初めてじゃないですか。撮影は初めてなんですね今回。めちゃめちゃべしゃりがお上手で。本当ですか？全然言われることないですよ。お上手です。ゆうごちゃん一回これね見てほしい。あの MB さんとの動画でコラボさせてもらった時も、はい、あの出たんですけど、はい、うちのチャンネルの悪い癖がありまして、はい、編集点を作るっていうのが、それ聞きました。そうえぐいんですよ。あのあいつはいとか突然止まるんですよね。そう止まると、あのこれ本当裏話なんですけど、彼が止まるじゃないですか、はい、止まると俺やっぱ顔の表情がその時あるんで、はい、そこが編集ってなった時俺の表情がパンと変わったらおかしいじゃないですか、はい、俺もそこで止まらないといけない。で止まるってるかっていやこれはどれ分かん、多分これはスペチャンネルの方で言うとゆうこちゃんがプッて切るんですけど、あそこはもうなんかこの自分個人チャンネルの方はもう検閲がかかってないから、そっかそっかそっか、これは出ちゃうんですね。これ出ますね。出ちゃうんだ。大丈夫かな。これ出ますね。すいません、ごめんなさい、出ちゃう。カットできないからこれ本当に。すいません本当ごめんなさい。すいません、すいません。というわけでですね、ちょっと、キャッキャキャッキャしちゃったんですけど、だいぶしましたね。GU のマストバイアイテムですね、はい。それぞれ、まとめさんのチャンネルの方で前編、はい、自分の方で後編で、それぞれ3つずつですね、はい、紹介してます。いや、なんか程よく、被らなかったので、はい、幅広いラインナップのアイテムが見れると思うので、もう夏のアイテムね、もう何かしら気になった方がいたら見てほしいですよね。見てほしいです。これ結構面白い動画になってるんじゃないかも。いや、俺も思います。ちょっとね、アウェーなんで、今回、心配しかなかったんですけど、大丈夫だったかなって自信がちょっと出てきた。うちの視聴者皆さんは優しいですよ。そう、優しいらしいですよね。優しいですよ。全然優しいです。それね、ほんと気になるんですよ。分かるけど分かります。すごい気になるんですよ。なので、概要欄の方にまとめさんのチャンネルを話し出てるので、はい、もう、ね、知ってる方も多いと思うんですけど、ぜひぜひね、そちらチャンネルの方もチェックしてもらえたらと思います。遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい、というわけで本日の動画も以上となります。本日の動画ですね、少しも参考などとか面白い動画いただけましたら、動画の高評価とチャンネル登録をお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。